まずは折り紙を四角に半分に折りますこれを開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は、 三角に半分に折ります。開いて90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。これも開いて、この部分を開いて、内側の折り筋に合わせて、このように折り替えます。反対側も同じように折ります。 右下の三角を横に開きます。左側も横に開いて、右上の三角は立てて、中を広げて正方形に潰します。左側の三角も立てて、中を広げて正方形に潰します。この正方形の袋を上にめくりながら、折りずるを折るときのようにひし形に折っていきます。 反対側も同じように折ります。これを上下ひっくり返して、この下の真ん中からひし形の角までをこのように上側に折ります。そしてその先端の部分をさらに下側に このように折り返します。反対側も同じ位置で折ります。上の先端を下に折り返して、これを横にして、この部分の紙をこのように斜めに内側に折ります。 折ったらこの先端を斜め下側に折り返してハサミを使ってこの三角をこのように切り込みを入れます切ったものを内側に閉じてそれを下側に折って さらにそれを斜めに反対側に折り返します。反対側も同じように折ります。この部分から、斜めに折って、先端を外側に折り返して、 ハサミでこの部分に切り込みを入れて、切り込みで内側に閉じて、さらに外側に折り返します。左右のバランスに気をつけて直して、次にこの部分の角を、 一度三角を閉じてからこのように両側とも折ります先端を直して表にして形を整えますこれで折り紙の部分は完成ですこれに顔を描いていきます 折り紙の中心部分にチェックをしてそこを基準に顔の葉っぱの部分を描いていきますその先端からこの横線まで線を伸ばします 左右のバランスに注意して、横まで伸ばした線をさらに、顔の下側に伸ばします。 顔の下側で口の曲線を描きます小さく鼻を描いて左右に鋭い目を描いていきます 目の中に縦長の黒目を描きます瞳と目の光も描き込みます耳の先の部分に線を引きます これに色を塗っていきます。白いマーカーで白目の部分と目の光の部分を書き込みます。緑のマーカーで顔の葉っぱの部分の縁取りをします。そしてその中をすべて塗りつぶします。 耳の先の部分も緑で塗ります。赤で目の中を塗ります。鼻も赤で塗って、瞳の部分を黒で塗ります。 これでニャローテの完成です。